はい、どうもこんにちは。この動画ではアリの王の作画をしている伊藤龍先生とコラボした動画で使用したイラストを動かす方法をご紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。この動画ではイラストを動かしていく方法をいくつかご紹介していきますが、それらを使ってゲーム画面やショートビデオを作ってみてはいかがでしょうか。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。まずはイラスト、もしくは写真でもいいですが、フォトショップで開けるようにしておきます。最初に動かしていきたい部分を切り取っていきましょう。多角形選択ツールを使って、まずはここの前髪の部分を動かせるようにしていきます。ということで、これで切り取っていきましょう。もしあなた自身でイラストを描いていく場合は、あらかじめ動かしていきたい部分をレイヤーで分けておくとすごく楽になります。さあ、こんな感じで選択ツールで囲んでおいたら、レイヤーに対してコマンド J を押すことで切り分けていくことができます。境界線のぼかしを調整したいときは、上のところからパーツごとに境界線のぼかしを変えていくといいかと思います。さあ、そしたらこれで髪の毛が切り取れましたが、このまま髪の毛を動かすと下の元々ある髪の毛が映ってしまいます。ということで、これからこの元の髪の毛の部分を消していきましょう。髪の毛のレイヤーをコマンドクリックすることによって、先ほどの選択範囲が表示されるのですが、これを使うことでこの線からはみ出さずに編集することができます。とその前に、もし間違えた時のために、このオリジナルのレイヤーはコピーしておいて表示にしておくといいかと思います。念のためです。ということで、ブラシツールに切り替えて、カラースポイトで隣にある肌の色を抽出して髪の毛の部分を塗っていきます。光の部分や影の部分に気をつけながら塗っていくといいのではないでしょうか。肌の部分を塗ることができたら、オルトキューを押しながら肌の部分は選択を解除しておきましょう。そしてこの髪の毛の部分も同じように変えていきます。ただ今回はもっと簡単にしていくために、パッチツールを使ってこれをドラッグしておいて、隣の下地をコピーします。このパッチツールは自動的に写真を自然に見せてくれるので、とても便利です。ということで、先ほど描いた肌の部分にもこのパッチツールを使って不自然な部分を消しておきます。さっきよりも自然に見えるようになりました。さあ、とまあこのようにブラシツールやパッチツール、もしくはコピースタンプツールなどを使って、なるべく自然に見えるようにオリジナルの写真を編集していって、髪が動いた後の下地を作っていきましょう。実は映像を作る以前に、この画像編集がかなり時間がかかる部分なので、今回はあらかじめ編集したファイルを使っていきます。なんだか料理番組みたいになってきましたね。こちらがあらかじめ編集でバラバラにしておいたファイルです。このファイルは伊藤先生に許可をいただいてダウンロードできるようにしておりますので、添付ファイルをご確認ください。もしよろしければ伊藤龍先生に感謝の言葉を送ってみてはいかがでしょうか。ということで、続いては Adobe After Effects を使ってこのイラストを動かしていきましょう。コンポジションの設定は 1920×1080 にしておいて、名前はイラストモーションという風にしておきます。そしてファイルが重くなる可能性がありますので、あらかじめ After Effects のファイルは保存しておくといいですね。ちなみに私はあの動画を作る際に CC2020 で100回以上はクラッシュしてます。CC2019 にしたらクラッシュしなくなりましたので、ファイルが重すぎたり問題がある場合はダウングレードするといいかもしれません。さあ、そうしたらこの After Effects に先ほど作った Photoshop ファイルを挿入していきましょう。挿入する設定をコンポジションにしておいて、これで OK を押します。さあ、するとここにレイヤー分けされたイラストが挿入されております。まずは簡単なイラストの動かし方を紹介します。今回は表情の動かし方ですが、これは非常に簡単です。すでに表情のイラストが準備されておりますので、これらすべてのイラストを選択しておいてから、キーボード T の不透明度のところでキーフレームアニメーションを追加します。そしてこのキーフレームをずらしておいたら、最初のところは不透明度は 0% にしておきましょう。そしてこの表情のレイヤーはこのようにずらしておきます。こうすることで表情が次第にゆっくりと切り替わるようになりますね。このようにあらかじめイラストをたくさん準備して動かしていく方法は、どちらかというとアニメで使っていきます。
イラストを描くのは得意でもあまり映像で編集ができない人は、このように表情のパターンをいくつか準備しておくといいかと思います。キーフレームは滑らかに切り替わるようにイージーイーズなどをかけておきます。さあ、それでは続いては先ほど切り抜いた髪の毛を動かしていきます。今回はこのように見やすくするために分け目の左側の髪の毛と右側の髪の毛、そしてポニーテールというふうに3つに分けております。ではまずはこの1つの髪の毛のレイヤーを動かしていきます。ということで、インジゲーターを最初に持ってきて、パペットピンツールを使って髪の毛の各部分をピンでぶっ刺していきます。ここは細かい動きをつけたければたくさんぶっ刺していくといいと思いますが、今回は4箇所だけにしていきます。そうしたらこのポイントが揺れ始める部分をドラッグして調整しておいて、インジゲーターを動かしておいたら最終的にどこまで動くかを調整してみます。そうしたらあとはこのキーフレームをコピーしておいて、後ろのところに何度も貼り付けていきます。これで大きなノッポの古時計のごとく右に左へと揺れ動く髪の毛の動きが出来上がりました。これらのキーフレームは F9 で Easy Ease を提供しておきます。今回はやり方を紹介するだけなので、4秒ほどで終わるようにワークエリアを狭くしておきます。これで見てみると、このように滑らかに髪の毛が揺れ動くような動きが出来上がりますね。こんな感じで揺れていますね。もしこの動画をループさせていきたいときは、一番最初のキーフレームと同じポジションのキーフレームを一番最後にも貼り付けておきます。そして4秒間のワークエリアがあったら、4秒から1フレームだけはみ出たところで最後のキーフレームを配置しましょう。全体のキーフレームのバランスは全て選択しておいて、オルトキーを押しながらドラッグすることで全体のキーフレームのバランスを調整することができます。さあ、これで一旦再生してみると、一番最後のキーフレームが一番最初のキーフレームに戻っていきますので、このようにずっと同じ動きをリピートするようになります。これが髪の毛を動かす基本です。ということで、その他の髪の毛に対しても同じようにパペットピンツールを使ってキーフレームアニメーションを作っていきましょう。もちろんここの動かし方次第で風の強さや動きの激しさを表現することができますので、キーフレームの感覚などを調整していきながら試していってみてください。もちろん髪の毛以外にもイヤリングやネックレスなどいろいろと使うことができます。もちろんこれは物理的な動きだけではなくて、例えば人物にウィンクをさせたい時などにも使うことができます。Photoshop でまぶたのところをあらかじめ切り抜いておいたら、 After Effects のパペットピンツールを使って髪の毛と同じように閉じていくような動きを作っていくことで、同じくウィンクの動きを表現することができます。今回この三影さんのイラストは髪の毛、服、ネックレス、そして手の動きを加えております。いろいろと動かせるところは動かして遊んでみるといいかと思います。さあ、それでは続いてここにカメラの動きをつけていきたいと思います。ということで、新規コンポジションを作成しておいたら、ここの中に今作ったモーションのコンポジションを挿入しておきましょう。そしたら早速この上に新規カメラを作成しておきます。そしてさらにその上には新規ヌルオブジェクトを作成しておきましょう。名前はカメラコントロールの CC としておきます。そうしたら下のカメラの渦巻きのウィップをドラッグしておいて、ヌルオブジェクトにひっつけます。そして今回は 3D の動きをつけていきますので、 3D のスイッチはオンにしておきましょう。そしたらあとはカメラの動きなので、位置のところから Z 軸を使ってカメラが寄っていくような動きを作っていきます。このカメラの位置の動かし方だけでも多少は画面の動きをつけることができるのですが、今回は少しいつもとは違う変化を加えていきましょう。ということで、今回は回転のメニューを開いておいてから、ここの中の Y 軸の動きを動かして、カメラが被写体を中心に円を描いて動くように作っていきます。さあ、こうするとイラストの角度が若干変わっていきますので、ちょっと違った動きを作り出すことができます。その他に、例えば呼吸の動きを作りたいとしたら、エフェクト&プリセットのところからバルジというエフェクトを探し出して、これを適用します。これでバルジの位置を胸のあたりに持ってきて、そしてバルジの半径は胸全体へと広げておきます。
デフォルトの状態だとバルジの数値が高いので、ここの数値は 0.1 くらいにしておきます。そしたらキーフレームをオンにしておいてから、最初のところでは数値は0にしておきます。これで一応胸の部分が膨らんでいって呼吸をしているように見せることができるのですが、これをリピートさせていくためにエクスプレッションを追加させていきます。とはいえ今回使うエクスプレッションは簡単で、プロパティのところからループアウトでキーフレームの間をループさせるやつを選びます。この場合エクスプレッションを追加した後もキーフレームを追加することは可能です。胸が膨らんで戻るように見せるために、最後のところには最初のキーフレームをコピーして貼り付けておきましょう。さあこれで一応ずっと動き続けるようにはなりますが、今回は4秒間だけなので、髪の毛の時と同じく4秒から1フレームはみ出たところにキーフレームを配置しておいて、今回はこれで終了としましょう。これで胸のところが膨らみますので少し立体的に見えます。他にもオプティクスコンペンセーションなど立体に見せる方法はいろいろとありますので、トライアンドエラーで楽しみながら実験をしていってみてください。さあということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。